はい、どうもシアンです。タソカレホテル続きからやっていきます。前回の続きでアトリ先輩をくどく手前で終わったっけかな。ゲームスタート。はい、アトリ先輩に声をかけに行く手前かな。ちょっとうろ覚えです。あー、大外さんにバレたんだ。炭が、だって君は僕と同じ T 塚の人間だろ。は？なんで知ってるんだ。この男は相手に私が口を滑らせた覚えはないぞ。まさか私の部屋に入ったんですか。あ、そっちか。それか、暇だったから。こいつ。君の部屋は思いのほか殺風景だったね。住所の手がかりは学生証しかなかったよ。もうこんな甘い顔してさ、やってることがもうほんと犯罪者だよね。怖い怖い。みんな大外さんに騙されちゃダメだよ。勝手に入んないでくれますかね。そう警戒しないでほしいな。むしろ信頼してくれてもいいくらいだ。どの口で信頼とか言ってるんですか。僕はいつでも君たちの部屋に侵入できる。それなのに一切危害を加えていないのだから信用に足る男だとは思わないかい。わけわかんないその理論。私は思わず笑ってしまった。よく言います。あなたほど信用できない人間はこのホテルにいませんよ。それは君もだよ、塚原さん。私も？何言ってるんですか。僕が思うに君は簡単にこちら側に来られる人間だよ。何を根拠に。これまでの君の姿を見て出した結論さ。やるかやらないかの選択を迫られた時、君はやる側の人間だと思う。は？これは僕の願望でもあるんだ。君にはただ受け入れるだけしか脳のない女にはなってほしくない。どうか自ら行動に出る女性になってほしいものだね。何を言ってるんですか、大外さん。そうだね。お、僕を失望させてくれるなよってことさ。大外さんが立ち上がる。ピアノの件は心配しなくていい。そう言ってさっさとバーを出て行ってしまった。まあ、大外さんと猫ちゃんは似たり寄ったりみたいな感じがあるってことよ、皆さん。何が言いたかったんだ、あの人は。こちら側とは罪を犯す側の人間を指していたのだろう。なぜ、私が。私だって自分が誠実で清い心を持っている人間だとは思っていない。しかし、だからといって犯罪者になんてなるものか。まあ未成年の飲酒とかはノーカウントだよね。アウトです。行こう。まあ、ね、こまだね、まだこの時期はまだね、そんなストーリーガッツし動かないからね。ピアノとドラムの演奏者は揃った。あとはサックス奏者を残すのみだが、これに関しては心配などしていない。アトリ先輩に頼めばきっとやってくれる。そろそろアトリ先輩も食堂の当番が終わるはず。食堂に行ってアトリ先輩にお願いしてみよう。アトリ先輩。似てない？なんか、あ、違う、声は似てないけど言い方似てるよね。食堂に行ってみると、先ほどまではそこそこお客さんがいたのに、中途半端な時間だからか今は誰もいない。アトリ先輩が一人で黙々とテーブルを置いていた。テーブルってなんや、テーブルでしょ、イントネーション。アトリ先輩、お疲れ様です。お疲れ様。実はメノーさんの発案で金子のがバーで歌ってくれるらしいです。彼女体調は。さっき会った時は妙に元気でした。はい、っていうかそう状態なんだそれ。そうそうですね、ダジャレみたいになっちゃいましたけど。何それ、メンタル不安定そうだもんな。今日どうした。お、イントネーションめちゃくちゃなんだけど。俺どこの人。田舎っぺがすごい出た。確かに金子のはもともと精神が不安定そうなところが人気の人だ。そこが守ってあげたいというファン心理につながっていたのだろう。しかし一部のファンからは実際に躁鬱の気があるのではないかとも言われていた。あ、だから薬常用してたんだ。で、アカペラだと歌わないって言うから、大外さんと支配人が彼女の後ろで演奏してくれるんですよ。何？そのメンツ。大外さんがピアノで支配人がドラムです。そうなんだ。それであとはサックスが必要だって言われてるんですよ。アトリ先輩ってサックスできるじゃないですか。うん、まあちょっと嫌そうだよね。それでアトリ先輩にぜひ。ごめん猫ちゃん。はい、俺やめたんだよサックスで。断種みたいに一切触らないようにしてるんだ。どうして。アトリ先輩はテーブルを拭いていた手を止めて私を見る。何かを言うか言わないか迷っているようだった。
そしてポツポツと語り出してくれた。恥ずかしいんだけれど、プロを目指してたんだ、子供の頃から。ちょっと嬉しいよね、アトリ先輩の過去が聞けるって。かっこいいんだ、パイセン。黄昏ホテルはつむぐロジックと違ってキャラがちょっと少ない分、一人一人にこう、なんつうんだろうな、愛着が湧いていくっていうか、なんていうか、ごめん、ちょっと日本語が。プロを目指してたんだ、子供の頃から。プロですか？その言葉でアトリ先輩が言いたいことはなんとなく察しがついた。残念ながらよく聞く話だからだ。挫折ってやつだろうね。ニューオリンズに入学までして、おお、挫折した。アトリ先輩にしては、たどたどしい口調だと思った。凡人が努力しても、天才の努力にはかなうはずなくて、打ちのめされた。諦めようと思ったけど、人生の大半をサックスに捧げてきたから、未練しかなくって。だから無理やり、シャットアウトしたってことですか？断種みたいに。俺も断種した方がいいかな。ふふ、こくりとうなずかれた。未練を断ち切って就職もした。今の仕事も悪くないと思ってる。だから、今更サックスに触れて、気持ちを揺り動かされたくない。そうですか。これは困ったことになったぞ。まさかアトリ先輩がサックスを吹かないと言うとは思ってもみなかった。ごめん、金子の曲聞きたいよね。アトリ先輩は申し訳なさそうな顔をしながら布巾を片付ける。ええ、正直めっちゃ聞きたいです。でもサックス触るの嫌なんですよね。うん、どうしようか。ここまで来て金子の幻のソロ曲が聞けないなんて嫌だ。死んでも嫌だ。もう死んでるかもしれないけど嫌だ。無理にでもアトリ先輩に頼み込むか、それとも金子のにサックスなしで歌ってくれと頼み込むか。誰に頼む？アトリ先輩しかいないでしょう、猫ちゃん。アトリ先輩、やっぱりサックス吹いてくださいよ。お、あれ、これバッドエンドだっけ。あれれ、いや、そんなことはないはず。あ、でも BGM が不穏のまま。アトリ先輩、やっぱりサックス吹いてくださいよ。だから、嫌だって。私たち、死んでるかもしれないんですよ。うまい、心理作戦が。死ぬ前にやっとかなくて後悔するんじゃないの的な。最後かもしれないんです。私は人生最後に見るライブが、金子のソロだったら嬉しいです。俺なしでどうにかやってくれ。アトリ先輩だって、サックスに触れられるのが、これが最後なのかもしれませんよ。だから、嫌だ、断る、もう強情。でも、わがままを言われても困る。これはアトリ先輩にとっても悪くない話だと思いますけど。だって、後悔したくないでしょ？自分が金子の曲を聴きたいだけだろ。アトリ先輩が声を荒げるのを見たのは、大外さんに対して怒って以来二度目だった。まるでアトリ先輩のために言ってるかのような口ぶりが気に食わなかったのだろう。説得できるかもしれないと思ったが、逆効果だった。自分の本音を言った方が良さそうだ。そうですよ。やっぱり正直に言いますね。持って回った言い方しましたけど、アトリ先輩のために親切心で言ってるわけじゃないです。私のために言ってるんです。そうだろうな。私は一つでも未練を減らしてからあの世に行きたいんですよ。だから私に金子の曲を聴かせてください。お願いします。断る。猫ちゃん、俺だって君と同じだ。未練のないままあの世に行きたいんだよ。そう言って食堂を出ようとするアトリ先輩の背中に私は思わず叫んだ。未練たらったらじゃないですか。アトリ先輩は歩くのをやめない。言ってることが矛盾してる。好きなんでしょ、サックスが。自分の気持ちに嘘ついたままでいいんですか。そのまま食堂から出て行ってしまった。先輩一度も振り返ってはくれなかった。ラストチケットだ。なんか今日すげえいいとこで終わりそうじゃない、この感じ。これもうすんごい失礼なこと言うんだけど、サックスサックス言ってるとちょっとこうよく噛む系実況者シュウヤン危ないよね。どうしましょうね、メノウさん。困ったわね。私は金子のに会い行く前にバーへ駆け込んだ。メノウさんが何かいい解決策を見出してくれるのではないかと期待したからだ。メノウさんにはサックス奏者が見つからなかった馬を大雑把に説明した。なんとなくアトリ先輩の件については言いふらすことでもないだろうから伏せたままだ。お、こうなったら土壇場まで金子のさんに黙っておきましょう。え、いいんですか？バレたら怒られませんか？
その時は彼女に歌わなければケツの穴に小石突っ込んで別の歌を歌わせてやるって交渉しましょう。えぐい。それ交渉じゃなくて脅迫ですよね。別の歌って悲鳴ですよね。うまい猫ちゃんもその拾い方。そうとも言うわね。奥歯をガタガタ言わせてやりましょう。パーカッションですよ。それやっぱり歌じゃないですって。ダメだ。メノさんに相談したのが間違いだった。過激派だったぜ。簡単に人の道から外れたことを言う。あー、やっぱり金子のに正直に話して頼み込むのが筋ってもんか。お、やっほー猫ちゃん。振り向くと金子のが手をひらひらと振りながらやってきた。金子様、なぜここに。なぜって、自分が歌う場所の下見くらいするに決まってるでしょ。そうですよね。今こそ金子のに事情を説明する絶好の機会だ。へえ、いいピアノじゃん。金子のはピアノを見つけると嬉しそうに近寄った。このバーもすっごく雰囲気がいいね。どうも。カウンター越しにメノさんが微笑んだ。あの、金子様。猫ちゃん、ありがとうね。もう絶対断れないこの感じ。え、何がでしょうか。最後に歌える機会をくれて、本当に感謝してるの。それも、あの曲。ずっとあの曲が心残りだったんだ。あれは今の私をさらけ出した曲なの。だから、あの曲を思いっきり歌うことができたら今夜はぐっすり眠れそう。そうですか。あ、そうだ、バンドメンバー集まった。もちろん集まったよね。どうする猫ちゃん。いや、ここで終わったんですけども。ということで、いいとこで終わったね。はい、じゃあそれではシュアでした。次回バンドメンバーいるんですか。だね。それではシュアでした。バイビー。